これをチームとも動かすためにこれ全力尽くしてくれる人と思って、まさに残念ながら同点に打つことができなかったんですけど、本当に素晴らしい年、幸せになりました。試合の立ち上がりゴールを決めたのは久保選手でした。本当にこう足のゴールでしたね。本当にあの急増チームだったんですけど、素晴らしいコンビネーションからゴール決めることができました。本当にやってて楽しかったんで、この試合限りっていうのはすごい残念です。勝敗の大事なのは何か伝わることが大事だと申し上げました。こうやって震災後こういった試合を続けてくることが大事ですし、試合前に瞬間がこんなこともありましたけど、皆さんと一つのチームとしてこれからも支援活動を続けていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。